まあ最後になりますけども、ここです。このさっきの若い世代からようやく政府が本気になったと思っていただける構造。これはですね、消費税廃止することです。消費税廃止したら。はい、皆さんこんにちは。ファミリー公開です。今日はですね、まあコンビニ飯なんですけどもね。まずは、作りました。目玉焼き4つ。目玉焼き4つ作りました。で、あとはコンビニのスパムムースビですね。まあ、どこで買ってきたかは、まあ、お察しください。で、あとこれ、竜田揚げです。唐揚げじゃなくて竜田揚げですね。竜田揚げ、弁当。じゃちょっとこれ、食べていきたいと思います。まず、一口。うん。うん。うん、おお。あ、鶏の臭みが全くないですね。あ、これ美味しい。で、あと。うん。もう、黄身は、うん。こんな感じですね。ね、黄身はこんな感じです。ほぼほぼ固まって。半熟とかあんま好きじゃないですよ。目玉焼きは。うん。硬いのが大好きなんで、ちょうどです。うん。と、まあ、これは、後ほど食べるとして。もう早速本題に入りたいと思います。ですね、今日はですね、1月の5日、木曜日なんですけどもね、昨日、三重県の伊勢市で、岸田文雄内閣総理大臣、記者会見を行いました。年頭の記者会見ですね。でですね、まあこの記者会見、かなり突っ込みどころが多いんですけども、まあ今回は2つほど突っ込んで、まあ最終的にドカーンと爆弾を落としたいと思います。ですね、まずですね、日本経済新聞ですね。昨日の日本経済新聞のウェブ版からなんですけども、読んでいきます。岸田文雄首相は4日、三重県伊勢市で記者会見し、今年の春闘でインフレ率を超える賃上げの実現をお願いしたいと訴えた。企業収益が伸びても賃金が上がらなかった問題に終止符を打ち、賃金が毎年伸びる構造を作ると語った。ということなんですけどね。春闘に訴えるんですかこれ。賃上げしてくれと。で、春闘に、その賃上げが毎年伸びる構造を作ることを期待してんですかね。まあ、私に言わせればこれ一言ですよ。まるで一言です。もう、親身になって考えている、国民のことを親身に考えている内閣総理大臣の言う言葉ではありません。ですね、この企業収益が伸びてもっていうところあるんですけどもね。1円でも、20年連続で1円でも収益伸びていれば、まあ、収益、まあ、プラス1円であったら、そういう収益伸びてることになりますから。で、もうすべての企業が、まあ、こんなこと多分 100% 不可能かもしれませんけども、すべての企業が黒字で あれば、今言ったことって当てはまると思いますけども、そうじゃないですからね、もう7割弱ですから、60数%赤字。それにも収益悪化してる企業なんて、年々悪化してる企業だってまあ数多くありますからね。それでこんな春闘でお願いする。企業にお願いする。いやー、他人事、まあ人事ですね。人事としか思ってないっていうのがもう如実にわかるですね。わかりますね、これ。いやー。じゃあまあ、次読んでいきます。この30年間、企業収益が伸びても期待されたほどに収益は伸びず。想定されたトリックルダウンは起きなかったと話した。当たり前のことですけどね。だから30年間伸びてないって言ってるんですよ、今度は。で、最低賃金の引き上げに加え、公的機関でインフレ率を上回る賃上げを目指すと表明した。ということは、公的機関。地方公務員とか国家公務員の、まあ、特に公的、まあ、地方公務員、国家公務員ですね。の給料上げるんですか？上げるというよりも、非正規社員を、すべての非正規社員を、まあ、正規社員、いわゆる正規の、公務員にするってことですよね、これ。そうすれば、インフレ率を上回る賃上げ目指せますよ。ぜひやってください。ぜひやってください。それはいいことです。もともと私は公務員の給料を抑制するのには反対です。そして、公務員を、その非正規で雇うということも反対です。もう全部正規で、それなりの額ガーンって出してください。これから幾度となく、おそらく、定額給付金何万円支給という事態、起こると思うんですね。その時、非正規社員じゃなくて、もう正規社員でガーンに固めて、
もう給料ガーンってやって、頼むよと、頑張ってくれと、いう風な心構え、持ってもらいたいんですよ、日本政府には。ええ、国には。ええ。だからここら辺はぜひやってもらいたいですよね。ええ、トリクルダウン。いやー、トリクルダウンなんて言うと、竹中さん思い出しますね。ええ、竹中抜き平蔵、竹平蔵さんですか。ええ、彼のことも思い出しますけどね。まあ彼については、まあ、まあね、ちょっとね、放送禁止用語連発すると悪いんで、もう彼のことはもう話しませんけども。あと、首相は、少子化問題のことを話します。で、ここも書いてあるね、ちょっと読んでいきたいと思います。こんなこと言ってますよ。異次元の対策に挑戦すると、打ち出したと。経済財政運営と改革の基本方針、いわゆる骨太の方針、先だっても話しました。を決定する6月頃までに、子供予算の倍増に向けた大枠を提示すると述べたと言うんですけどもね、これに関してはですね、面白い記事があるんですよね。これは記事というか、ニュースです。ニュースです。TBS のニュースなんですけども、いや、岸田さんこんなこと言ってるんですよね。異次元の少子化対策に挑戦し、若い世代から、ここです。ようやく政府が本気になったと思っていただける構造を実現すべく大胆に検討を進めてもらいますというようなこと言ってるんですよ。おー、どういうことなんですかね。これ若い人からまあよくやったって言われるには身の一番にあれしなきゃいけないんですけどね。あれというのは最後に言います。で、読んでいきますね。岸田首相はこれまで、子供予算倍増の道筋を、今年の6月の骨太の方針で示すとしていましたが、年頭会見の後、この会見の後ですね、小倉って言うんですかね、小倉子供、政策担当大臣に対して、子供政策の強化策について、今年4月の、子供家庭庁の、発足前に取りまとめるように指示すると発表しました。4月までにやるってことですね。3月いっぱいまでにはやるんでしょうかね。どういうことか。具体的には、児童手当などの経済的支援、幼児教育、保育サービスのほか、育児休業制度などを強化するとしていますと言ってるんですよ。児童手当。これ子供を産んだ後のその子供ですね。お子さんの児童手当ですね。産んだ後です。幼児教育、保育サービス。これも産んだ後の、まあ、幼稚園、保育園のサービスですよね。で、育児休業制度。っていうのは、子供生まれる前から、まあ、取るかもしれませんけども、大体、子供産んだ後、一定期間働けないから、それで育児休業を取るというふうな、まあ、ところが、まあ、スタンダードなんで。これも、子供産んだ後ですね。全部、子供産んだ後の政策なんですよ。だから他人語、まあ、だから一言だって言ってるんですよ。彼の言ってることはまるで一言のようだと。うん、真摯に考えてないんだと。ええ。脳みそ空っぽなんだと言ってもいいです。なぜか。一番重要なのは、少子化を打破するんであれば、子供を多く産んでもらうんであれば、まずは結婚ですよ。ええ。婚姻数と、子供の数比例しますからね。ええ、相関関係ありますから。ええ。だからまず結婚するカップル増やさなきゃいけないにもかかわらず、こんなこと言ってる。ええ。いや、確かに結婚した後、で、子供産んだ後、そういった児童手当とか、拡充してるから、安心して、産んでくださいよ、というふうなことを言えると思います。言えると思います。うん。でも、それ、まあ、いつまで続くか、あるいはそれが微々たるものであったら、どうです?子供産もうにも産めなくなりますよ。二人目、三人目、四人目ができなくなる。ええ。最初にまずパーンって、子供産んでもらいたい。いや、まず結婚する。結婚して、それで経済的にも子供を産んでも十分暮らしていけると。子供大学に行かせるまでの、まあ、視力ありますよというふうな、そういった経済構造を作らなきゃいけないんですよ。ええ、そうすれば少子化問題解決します。じゃあどうすればいいのか。ああ、もう答え決まってますよね。もう答え決まってます。ええ、経済成長させる。以外他ないんですよ。ええ。だから結婚すると。もう将来に見通し。もう、インフレ率も年 2% ぐらいで、まあ、経済成長すると。で、給料もどんどん上がっていくと。インフレ率以上に給料も毎年 2%、3% アップしていくと。もう、企業の業績いいから。給料もそれぐらいアップしていくよと。ええ、そういうふうな状況が子供生まれる前から、作らなきゃいけないんですよ。じゃあどうやって経済成長させるの?ええ。消費税廃止です。まず消費税廃止、そして財政出動。ええ。それしかないですよ。
それ以外ないです。特効薬それ以外ないです。あると言うんだったらコメント欄に書いてください。私ちょっと思い浮かばない。それ、これ以外は。なんでね、ここ、まあ最後になりますけども、ここです。このさっきの若い世代からようやく政府が本気になったと思っていただける構造。これはですね、消費税廃止することです。消費税廃止したら、若い世代からようやく政府が本気になったと思っていただける構造。できますよ。なぜか、消費税廃止。まあ、プラス財政出動ですよね。まあ、プラス財政出動して。そうすれば経済成長する。ということは、将来、明るい未来が待っていると。将来、実質賃金、ここ当然実質賃金も上がりますからね。インフレ率を凌駕するだけの給料のアップありますから。インフレ率もどんどん、実質賃金もどんどんアップしていく。そうなったら、よし、子供も結婚しよう、子供も。結婚し、子供も。っていう気に、その時初めてなるんですよ。もう一回言います。若い際に、岸田さん、褒められたいんであれば、まずは消費税廃止ですよ。そしたら私も、褒めます。あなたのこと。できなきゃ、ケチョンケチョンにけなします。それ以上でもない。それ以下でもない。ただそれだけですから。まあそういうことでね。まあまあ一言の、一言の記者会見ね。まあやってる、まあ、どっかの能天気さんの、まあお話今日はしました。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニアナ。